寺田助白は、日本の元政治家。旧姓は小原。参議院議員、秋田県知事、秋田県横手市長、秋田経済法科大学理事長、岩井の党副代表、維新の党参議院議員会長などを務めた。また、知事在任中、全国知事会副会長、北海道東北知事会会長を務めた。秋田県仙北郡大川西に村生まれ。 秋田県立横手高等学校、早稲田大学、第二法学部卒業。横手市の寺岳に向入りし、石油小売会社寺石及び建設会社や総和建設の社長を務める。1991年、横手市長選挙に出馬し、新人4人が立候補した混戦を制して初当選。1995年には、無投票で再選した。1997年、 秋田県庁職員による食料費の乱用が発覚し、佐々木菊二秋田県知事が隕石辞任。小沢一郎新進党党首らの要請を受け、秋田県知事選挙に無所属で出馬し、自由民主党推薦の佐竹隆久、旧民主党推薦の中島達郎、日本共産党推薦の斎藤茂一の3人を破り、当選。知事就任に伴い、 前知事の佐々木菊次が務めていた秋田経済法課大学理事長に就任。2000年、佐々木光元総務長長官に理事長職を一旦は譲ったが、佐々木の退任に伴い復帰。後に秋田経済法課大学長の稲田俊信に理事長職を兼任させた。秋田県議会では自民党が第一党であり、非自民で当選した寺田はしばしば議会運営に、 苦慮した。二千一年の秋田県知事選挙では、自民、公明、保守三党が推薦する村岡兼幸らを大差で破り、再選。二千五年の秋田県知事選挙では、前無護町長の佐藤昌一郎ら新人三人が、共に寺田知事のトップダウン的な手法や、秋田空港ターミナルビルの接待問題、市町村合併への対応、多選、県庁、県警、 県究職員へのワークシェアリング、賃金カット、人権費削減等、8年間の寺田県政を批判して立候補したが、寺田が時点の佐藤に約10万票の大差をつけ、参戦を果たした。2007年から2009年までは、北海道東北知事会、会長兼全国知事会副会長を務めた。2009年の秋田県知事選挙には出馬せず、知事を退任。 2010年、第22回参議院議員通常選挙に、みんなの党公認で、比例区から出馬し、当選した。当選後、みんなの党政策調査会副会長に就任。2013年8月8日、参議院消費者問題に関する特別委員長に、就任。同年12月9日、みんなの党に、離党届を提出。 離島届を提出する当日の午前には、秋田県庁で記者会見し、離島後は、枝健県次郎が結成する新党に参加する方針を示した。12月18日、祝いの党の決闘に参加し、東副代表に就任した。日本維新の会との合流に向けた、新党設立準備会に尽力。2014年9月、祝いの党と、 日本維新の会が合流してできた維新の党決闘に参加。党参議院議員会長代行に就任。2016年3月、無所属議員のまま民進党会派に参加。6月に第24回参議院議員通常選挙には出馬せず引退することを表明。2017年4月9日に投開票が行われた秋田県知事選に無所属で出馬したが、公明。 社民、自民県連から支持を受けた現職の佐竹高久に、敗れ、落選した。ありがとうございます。